この間さ、ナミさ、YouTube で、物理エンジンくんっていうチャンネルも好きなんだけど、ビール瓶で頭を叩いたら、なんかどうなるのかみたいな。中身が入ってるビール瓶と、入ってないビール瓶で殴った時に、入ってない方が、普通さ、なんか軽そうな感じするじゃん。軽そうというか、頭に怪我を負いにくいみたいな、イメージあるじゃん。そうじゃなくて、水が入ってた方が、割れやすいんだって。よくさ、ドラマとかでビール瓶でバコーンとかぶったりとかするじゃん。あれも普通にでも頭蓋骨が割れるんだって。ドラマのやつは飴でできてる瓶だから。だから実際に何かあった時にそういうことをしてしまったら、実際は頭蓋骨割れてるから、相当危ないらしいよ。あれ?だから、そういうことを絶対にしてはいけないし、ラミーはそういうことはしないからねってお話。下手したら本当、ビール瓶で殴るってこと自体が相当殺人事件になりかねないからね。危ないね。ラミーはシシロの頭もそんなんでぶたないよ。え、割れる酒瓶1本1万円もすんの?そんなすんのあれ。